それでは表題の文献について、丸山が紹介します。はじめに概要です。この研究は、その機械翻訳の教師なしの、教師なしの機械翻訳の研究です。で、その学習の手法として、逆翻訳っていうものがあるんですけど、それで作られたデータっていうのは非常にあんまりこう品質が高くなくて、それがノイズになってるんじゃないかっていう話で、なんで ここではそのデータの品質をこ うまく保ちながら、教師なし学習を行う、エクストラクトエディットっていう方法を提案しています。で、この方法を使うことで、いくつか実験条件でこう分量を2ポイント以上改善できたというような内容です。はい。で、初めになんですけど、そのこの図はその今、ここで提案する方法と逆翻訳の、ものの比較になるんですけど、下から、逆翻訳の方では、最初にこうソースから、ソースからターゲットにこう翻訳をして、それが、もう一回その出てきたターゲットのやつを、今度はソースに戻して、でちゃんと元に戻るかどうかみたいな、復元できるかどうかっていうような、ロスを計算してあげるっていうようなやり方です。でここで提案している方法が、上の A のエクストラクトエディットになってて、どういうことをするかっていう と、ソースから翻訳してターゲットになったものと、あとは、ここでは、そのソースとターゲットを同じ空間にこうマップしてあげてるするのを最初にこうやるんで、そのソースと、ターゲット空間でこう似た分っていうのを取ってきて、で、この出力の、ソースの類似度と、このエクストラクト持ってきたやつとの類似度を取って、できるだけこいつが最もらしくなるような、ものになるようにっていうようなロスを組み込むっていうような、内容です。ざっくり言うとこんな感じです。で、ここからは具体的な方法なんですけど、アンスーパーバイズド教師なしの、ニューラルマシントランスレーション、次の、3つのステップで、一般的には行われています。で、順番に、イニシャライゼーションで、ランゲージモデリングで、ここの、3つ目のバックトランスレーションとなっている部分が、今回の提案しているものに置き換わって、こういう提案している手法が、ここに相当するような、形になっています。そういうような立ち位置です。で、最初に、イニシャライゼーションでは、その現言語ソースサイドと、ターゲットサイドの2つの言語空間を対応づけるっていうことを最初にやってあげて、で、この2つの方法を使ってここではこうやってるらしいです。で、その後に、それぞれ言語モデル、ソース側とターゲット側で言語モデルをトレーニングするっていうことをやってあげて、やるのは、次の、ある入力があった時に次にどんな単語が来るかを予測するっていうタスクなんですけど、ここでは、その入力に、ノイズを加えてあげて、でちゃんとした分を復元できるかどうかみたいな形で、ロスは、こんな感じになってます。シーターが、それぞれのパラメーターで、あとは、V、ラージ V がの S から S っていうのが、ソースサイドから、ノイズの入ったソースから、元の綺麗なソースを出すみたいなのエンコーダーデコーダーの、ランゲージモデルです。はい。で、ノイズはその単語をこう落としたりとか、なんか並び替えっていうんですかね、入れ替えスワップしてあげたりとかっていうことを行っています。で、で3つ目に、これが、提案手法になってて、全体像としてはこんな感じになってます。で、細かく分けると多分こうエクストラクトとエディットと、最後にこう類似度の評価をしてあげるっていうような、3つの、ステップに分かれています。で、順番に、最初の、エクストラクトでは、そのソース側の入力文のに似た意味を持つような目的言語文っていうのを取ってきます。そうですね、そのベクトルを最初にエンコードしてあげて、その距離一番近いトップ K を取ってくるっていうような形です。で、次に、エディットですね。そのエンコードされた分の、分ベクトルを
ソースと、ターゲットの分ベクトルの、マックスプーリングを取ってあげて、でその後に、デコーダーにかけるっていうような、エディットっていうステップを経由して、で最後にそれぞれ、このトランスレーションシステムから出てきた、このセンテンスと、エディットしてあげたこのセンテンス、このソースのセンテンスと、このトランスレーションシステムの類似度と、ここのソースのセンテンスと、このM ダッシュ、エディットで出てきたセンテンスの、類似度を取ってあげて、この集合の中で、こいつが最もらしくなるようなロスな、計算をしてあげるっていうようなことです。で、式が、その下に書いてある3つの式で、一番上が、ロスの式になっていて、この P の中っていうのが、ソフトマックスに似たようなラムダっていうちょっとパラメータが入ってるんですけど、ソフトマックスのような形になっていて、で、それぞれの類似度はコサインシミラリティで与えられているっていうような形です。で、全体の、ロスとしては、その一番最初の方で説明した言語モデルのロスと、さっきの、このロスですね、このロスが、組み合わさって、全体のロスになってて、で、このオメガの部分が重み付けになってるんですけど、今回は1で、両方同じ重みで、の、ロスになってます。で、学習の流れは、こっちの図になってて、で最初に、イニシャライゼーション、同じ空間言語空間に、言語空間を対応付けをしてあげて、で、言語モデルのトレーニングをしてあげて、でここからが、エクストラクトエディットの、流れになってて、最初にこう似た文を取ってきて、で、エディットマックスプーリングを取ってデコーダーにかけてあげて、で最後に、類似度の評価をしてあげてアップデートしてこれを繰り返していくっていうような流れになっています。はい。で、実験の設定なんですけど、データは英語とあとはフランス語、ドイツ語、ロシア語とルーマニア語ですかねの、4つ英語に対して4つの言語のデータを使って、実験を行っています。で、トレーニングとテストは、それぞれこう言語によってちょっと設定は変わってるんですけど、こんな感じでデータを使っています。はい。で、結果が、こちらの表になってます。で、ちょっと言語いくつかあるのと、あとはそのエンコーダーデコーダーのところの部分で LSTM を使うかトランスフォーマーを使うかみたいなので、ちょっと表が分かれていています。で、この一つが、例えば、一番上のこの手法が、逆翻訳の手法になってて、その下のこの4つが、提案している手法で、いくつこうエクストラクトしてくるかとかが、ちょっと若干違うというような形です。で、結果を見ると、割と多くの場合で、その逆翻訳を使っている手法に比べて、提案手法が、勝っているっていうことが分かります。またそのエクストラクトしてる分が1と1分取ってくるか10分取ってくるかっていうのがあるんですけど、10分取ってきた方が1分に比べてよくて、候補はあればあるほど割といいっていうような傾向が見られています。はい。で、他にも、いくつかこの実験の、エクストラクトどのくらい分を取ってきたらいいのかとか、そのロスが本当に今のロスでいいのかみたいないくつか調査を行ってて、で一つは、そのエクストラクトしてくる分増やせば増やすだけいいのかみたいな、検証をしていて、でやっぱりこう持ってくる分が多くなれば多くなるほど、こう右肩上がりで上昇していくっていう、傾向があります。で、あとは、その取ってきた分が、候補の分がそれが果たしていいものかどうかっていう調査も行ってて、で、やり方としてはその
スーパーバイズドで、文を抽出するパラレルコーパスを作るっていう方法があります。なんかこの手法はもともとある、パラレルコーパスから、まあ、そのちゃんと対応する文かどうかの、まあ、日分類を、まあ、トレーニングしてあげるっていう方法なんですけど、これ と、今回使っているエクストラクトの部分の比較を行っています。で、データはこの2012、イングリッシュフレンチのトランスレーションデータセットっていうのを使っていて、まあ、そこにはなんかいくつかこうノイズを入れてあげて、でそれぞれのこう出した、トップ K 文に、その本当の大訳が含まれているかどうかみたいなのが実験をしていて、で結果が、この表になっています。で、まあ、右にこう行けば行くほど数が増えていって、どれだけまあ何分こう出すかみたいなところです。で、まあ、もちろんその候補文抽出したその候補文を増やせば増やすほど、そのスーパーバイズドな手法との差がこう小さくなっていくっていうことが分かっていて、で、でも今回はその計算、まあ、資源と、まあ、その精度のバランスをとって、まあ、割とこの辺が10トップ10くらいを取っていくのが、まあ、いいとこかなっていうので、まあ、今回は10分を、トップ10分を取ってくるということにしています。で、最後に、今回ここで提案している手法と、まあ、マキシマムライクリフトエスティメーションロスとの比較を行っています。で、まあ、このロスでは、そのエクストラクトエディットで、まあ、取ってきたこの文を、まあ、そのまま、ソースの文と対応づくものとして、まあ、それを正解のデータとして学習させるということを行ってて、で、まあ、結果がこちらの表になっているんですけど、まあ、それに比べると圧倒的に、まあ、提案している手法のロスを使った方がいいっていうことが分かります。はい、まとめです。今回はその逆翻訳の代わりとなるような、なおかつ、性能をこう上げるような手法っていうもの、エクストラクトエディットっていう方法を提案しています。で、まあ、これに伴って、その候補文と、まあ、その出てきた、実際に翻訳機から出てきた文の、まあ、と、まあ、ソースの類似度を比較するっていう、まあ、ロス関数を提案していて、で、まあ、これらを導入した結果、まあ、いくつかの実験設定で、まあ、2ポイント以上は、改善できているというような結果です。はい、以上です。